起きた。難しそうな質問だ。これ何すかこれ。去年他界した柴田大輔氏の著書、いびつな絆に、上場レコード会社 A 社の M 専務、あれこれやめんな、うんうん。A 社の M 専務と B 社 S 社長の側近と知られていた T 氏が対立していたと記述がありますが、これがクラブでの飛び蹴り事件でしょうか。西麻布のクラブ、ミューズ、飛び蹴り事件とは、今から20年ほど前、松浦雅人はある芸能関係者の T 氏という方と仲が良く、カジノ好きな T 氏に対し数千万円のお金を貸していたといいます。しかし T 氏はお金を返すことができず、借金をチャラにするために松浦雅人にハニートラップを仕掛けてきました。松浦雅人自身はハニートラップに引っかからなかったものの、部下がまんまと引っかかり、 T 氏の親分である芸能事務所 B の社長が因縁をつけてきたそうです。しかし部下がやったことなので、特に揉めることもなくその日は帰りました。その後、西麻布のミューズに松浦氏が遊びに行った際、たまたま T 氏がいるのを発見。怒り心頭の松浦雅人は、お前、俺のことはめようとしただろ、と T 氏をめっちゃんこ張り倒して場が騒然としました。すると、たまたまその場にいた T 氏を嫌う柄の悪い輩たちが T 氏に気づいて、お前こんなとこにいたんか、と T 氏に一斉に突っかかっていきました。柄の悪い輩を会長のケツ持ちだと勘違いした T 氏が、自身のケツ持ちである KT 連合のメンバーに助けを求め、連絡を受けた KT 連合のメンバーが、松浦を出せと乗り込んできました。すると乗り込んできた KT 連合の人たちに松浦雅人はなんと飛び蹴りをお見舞いしたそうです。その後、松浦雅人は店からつまみ出され、残った輩と KT 連合がお店で大暴れしていたそうです。それにしても KT 連合に飛び蹴りするなんて、命知らずにも程がありますぞ会長。事実がありますが、これがクラブでの飛び蹴り事件でしょうか。また現在は B 社 S 社長とは仲良しとのことですが、当時はどういった理由で対立していたんでしょうか。柴田大輔って誰、俺もわかんないです。これ誰ですか。すぐググってみよう。うん。まず全く間違ってますね。なぜこれ。だって上場レコード会社 ABEX の松浦専務とバーニングの SO 社長の側近と知られた T 氏って誰。誰。たかだか。ちょっと名前言っちゃったよ。ちょっと。まあいいけど。うん、そうだよ。対立してたんじゃないんだよ。あいつはファンなんや。うん。それだけの話でーす。もう俺は文春にも取材受けたし、文春の取材受けたよ、この時。うん。受けて、記者が、松浦さんの言ってることの方が、全然正当性がありますね、つって記事にならなかったよ。あ、そうなの。はい、そうです。本当だもん。へー。